前回の超わかる高校数学は、次の式を因数分解してください。たすきがけは3つのステップで行う。ステップ1、二次の項と定数項を分解する。ステップ2、組み合わせを斜めにかける。ステップ3、足したものが一次の項と一致したら、組み合わせを括弧でくくる。どうもこんにちは、本田です。今日はこの式を因数分解しよう。この式のように、次数に差がない複数の文字を含む二次式の因数分解は、3つのステップで処理する。ステップ1、1つの文字について整理する。例えば、x について項引きの順に並べると、式はこうなる。ステップ2、定数項を因数分解する。x を文字として見れば、定数項は 2y2 乗プラス 3y-9 の部分になる。これを因数分解すると、y プラス 3 かける 2y-3 になる。ステップ3、式全体を x の二次式と見て因数分解する。3x2 乗は 3x かける x。y プラス 3 かける 2y-3 は y プラス 3 かける 2y-3 で。斜めにかけて足すと、x の項 7y-6 かける x に一致する。ということで、括弧をつければ、3x プラス y プラス3かける x プラス 2y-3 が答え。今日の動画内容をまとめると、次数に差がない複数の文字を含む二次式の因数分解は、3つのステップで処理する。ステップ1、1つの文字について整理する。ステップ2、定数項を因数分解する。ステップ3、式全体を注目した文字の二次式と見て因数分解する。これを覚えよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。次回の超わかる高校数学は、次の式を因数分解してください。次数に差がない複数の文字の二次式の因数分解は、一つの文字について整理する、定数項を因数分解する、式全体を注目した文字の二次式と見て因数分解する。